朝倉選手 60.95 クリアです。クリアしました。続きまして王者アーチュレッタ選手お願いします。アーチュレッタ選手 63.80 2.80 キロオーバーとなります。なんと王者アーチュレッタ選手体重オーバーです。ベルトは剥奪です。この時点で王座は空位になります。明日試合が成立した場合、カエが勝てばベルトを巻きます。負ければ、試合が成立して、もしカエが負ければバンタム級の王者はいない、空位ということになります。皆さんすいません、ちょっと僕もびっくりしてます、正直。まあ、1キロオーバーとかだったらすぐにやろうぜって言うんですけど、ちょっと 2.8 キロオーバーなんで、まあ、自分のコーチとか、まあ、みんな の意見もあるんでちょっと考えさせてください。まあ、でもね、軽量オーバーは時に起こることなんで、まあ、僕としても試合が成立するように歩み寄りたいなと思ってるんで、ちょっと待っててください。以上です。新龍選手 57.00 クリアです。クリアしました。続きまして堀口選手お願いします。堀口選手 56.90 クリアです。クリアです。フライ級最強の新龍誠です。舐めてるんで明日分からせてやります。応援よろしくお願いします。堀口選手からもお願いします。まあ見ててください、クソガキぶっ飛ばすんで。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん明日の試合にご期待ください。皆さん盛り上がってます。明日34名17試合全17試合本当にそれぞれのテーマがあります。何のために戦うのか、何を明日勝って手に入れるのか、負けて何を失うのか、そんなドラマをですね、みんなと共に見届けたいと思います。そして明日大晦日、日本で一番、いや世界で一番熱い空間をみんなと選手と共にこの埼玉に作り出したいと思います。世界中のファンがライブで見ればよかったって思うような、そんな熱い空間をみんなと一緒になら作れると思うし、メイドインジャパンの日本の格闘技の底力を明日見せつけたいと思います。じゃあこの後34名の選手たちの前日の模様をみんなで見届けてもらえたらと思います。明日どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。